せんべいキャラメル。はい、どうもせんべいキャラメルです。お願いします。ありがとうございます。あの、寺島さんね。はい、なんでしょう。博士とね、ロボットやりたいんですけど。あ、漫才コントですか。はい、ね、普通のそれだったらね、普通の、まね、あのコンビニの店員と店長とかね、うん、そういうのいいと思いますけども、はい、やりたいんだったら、はい、やらせて。あ、行きましょう。やりな、します。やりな。はい。頑張ります。やりな。はい。やりな。うん、やるよ。やるからね。やるからね。博士、寺島博士だ。いわゆるロボットを作り上げたぞ。行け、いわゆるロボット。ウィーン。こちらから別品判定 RX72NRX65N、RX123 です。岩井さん、あの漫才のやりたいのわかるけども、あの、わからないよ、岩井さん。わからないよ、岩井さん。わからないよ。何だろう、なんとかなんとかなんとかか。わかんないでしょ。岩井さん、はい、ちゃんと強いロボットやって。ちゃんと強いロボットやるの。強いロボットですね。できるでしょ。大丈夫です。岩井さん、大丈夫です。パラパウ、パラパウ。パラッパッパッパパラパラパパペン、ロケットパーチ。マジンガーゼットですね。岩井さん、もうダメよ、そんなことしたら。そんなおふざけしちゃダメ。パンチ飛ばさなきゃダメよ、戻っただけじゃん。ロケットキック。岩井さん、太極拳じゃないのよ。飛ばして、飛ばすものないの。あ、そう、大丈夫大丈夫。ロケットパーンツ。パンツ？今のパンツするけど。待ってみようか。いや、ま、待つんじゃない。やめろ。やめろ。はい、おお、飛ばすんじゃない。飛ばすパンツ飛ばしちゃダメなの。今ちょっとパンツなんね。そうだよ、岩井さん。はい、こっちから指定しますよ。岩井さん、ペッパー、ペッパーくんやってください。ペッパーくんね。ウィン、ペッパーくん。岩井さん、許してよ、もうちゃんとやって。あ、ちょっと、そういうの通用するとこじゃないよ。わかりました。ウィーン、ライスを用意します。おや、デーデーつって、デーデーつって、デーペッパーライスです。ペッパーライス謝れ。ダメだよ、そのしたら暇飛ばしていけないって言ったでしょ。なに、もう岩井さんじゃまだ違うね。お掃除用と。あ、お掃除用と。はい、できます、できます。はいはいはい。ウィーン。マキさん、悪ふざけしちゃダメ。人型は無理だよ、そんなぐらいやったら。ね、そうですか。ちゃんとやって。昔アラブの偉いお坊さんが。その歌が？恋を忘れた哀れな男に。それコーヒールンバのルンバ言いたいけど、すごい時間かかるよ。え、なになに、え、あなたの名前なんていうの。は？は、な、なに、あなたの名前なんていうの。何やってんの、岩井さん。は？あなたのお名前なんていうの。寺島修二と申します。あなたの得意なお笑いは。一人コントをやってます。なにこれ、急なロボットのやつに表紙が持ってきて、え、なにこれ、漫才でもないし、え、なにこれ。岩井さん、今日の漫才めちゃくちゃだよ。今日の漫才判定は RX652 でした。いや、わからんわ。どうもありがとうございました。